ちょっとね珍しい桜になるんですよ。どういった桜かご存知の方いらっしゃいますか？じゃあ先開けた奥の丘御一香、はい、御一香という字を書きまして、お花の色は何色か分かりますか？緑。緑、はい、緑もそうですし、黄色、その黄緑っぽい桜の花を咲かせる木になるんですよ。でこの北山公園の周辺なんですけども、今桜がとても綺麗でお花見スポットになってるんですけど、御一香の方は八重咲きのこう緑のとてもね綺麗な色のお花が咲きますね。ぜひ5月になったらこうお花見楽しんだ後またもう一回歩いてきていただくと、でその後今度蓮の花がどん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 緑を生い茂っていって夏にかけて綺麗に咲きますので、本当に通年通して、冬はねちょっと寒いので難しいかもしれないですけど、ゆっくりとこう本当に楽しみにはとても素敵な公園になりますので、ぜひまた足を運んでいただけたらと思います。こちら